皆さんこんにちは。前田サイエンスの現在の連続講演会、第5回目を始めます。私はライブラサイエンス専攻の岡崎です。よろしくお願いいたします。本日の講演会は、井上仁先生のオープンエデュケーションの調査と題する、ということになります。この講演会は実は、統合心理学にラブラ先生校がこの4月に行きまして、ずっと島の研究開発と共催で、図書館、あるいは情報管理の新しいあり方をですね、共に学んでいこうという企画で始まったものです。全学に開放しておりますし、申しますと、このような大きな行事を盛んに、旧体 YouTube その他にも学外に公開しておりますけども、ライブラサイエンス専攻の言ってみれば広報担当で、その辺りを全部仕切っておられるのがこの井上仁先生で、井上仁先生、実はこの後の自己紹介をかなりのページを用意されておられますけれども、九州大学の中でたくさんの肩書きをお持ちです。直接の所属は、情報基盤研究開発センターというところですけれども、図書館に関しても研究開発、それからこの4月に設置された教材開発センターを兼務なさっておいてですね、で長らく球団の中で e ラーニングをはじめとする、情報関係と情報 ICT 環境と教育という点でたくさんの業績を挙げてこられました。でご存知の通り、この教育と情報化というのが世界的な潮流のみならずですね、とりわけ九州大学で非常に積極的に取り組んでいるところであります。ライブラサイエンス専攻という新しい大学にもそういうものの中から生まれてきたという点では、本日の井上先生のお話は、大学および情報化の、最前線、その中での球団の取り組みという点で非常に興味深いお話を聞かせていただけるのではないかと思います。それではよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ただいま岡崎先生からご紹介に預かりました、情報基盤研究開発センターの井上といいます。で今日のお話は、オープンエデュケーションの潮流ということで、もうすでに岡崎先生からご紹介がありましたように、その教育の情報化に関して、九州大学における現状と、日本国内の、他の大学の動向、あるいは、国際的な動向というのを少しご紹介したいと思います。で最後にその九州大学として今後どういうふうにやっていくかということに関して紹介したいと思います。すでにもう岡崎先生からいくつかご紹介ありましたけれども、所属をここでは全部で5つ書いております。で私の本部は情報基盤研究開発センターというところでして、こちらはその情報通信技術を使った研究に従事するその研究組織になります。で以前はその学内のその IT インフラの整備も担っていたんですけども、次に書いております情報統括本部という学内でその仮想的な組織、これはその情報基盤研究開発センターや事務系の組織である情報システム部、あるいはその学内のその ICT にその強い教職員の方を中心に、その情報統括本部という組織を作っておりまして、その中でいくつかの事業室に分かれて、その学内のインフラ、あるいはそのスーパーコンピューターという全国共同利用のサービスを行っています。その中でも私は教育支援事業室といいまして、学生が使うパソコン、図書館ですと情報サロンに設置していますそのパソコンや、あるいはその e ラーニングのシステムの管理を行っています。さらには最近ではそのキャンパス間の遠隔講義システムである i クラスなどもサポートしております。その中の業務の一つとして、今日お話しする教育の情報化ということに関して2004年ぐらいから携わってきました。ですから今日お話しするのはこの教育支援事業室で行ってきたその教育情報の発信に関するところになります。でまたこの4月からそのライブラリサイエンス専攻の専任教員になったということで、その教育情報を使った新しい学習、あるいはその学習環境ということに関しても研究を行っています。さらにこちらもすでに岡崎先生から紹介がありましたけれども、この4月に付属図書館に付設教材開発センターというところができました。でこれはその学内においてその教育資料をどのように作るかというその体制的な問題があるんですけども、その私が最初に言ったその教育支援事業室、あるいは情報基盤研究開発センターでその教育の情報化に携わってきたときには、まだ学内の組織としてきちんとしたものがありませんでした。
つまりどちらかといえばそのインフラを整備する部署が主導でその教育の情報化とか e ラーニングということに携わってきました。しかしながら教育というのは本来その教育を実施する部局であったりその教育をサポートする組織が九州大学の場合には今ですと高等教育院機関教育院といった組織がありますのでそういったところが担うべきですのでですしそのインフラを整備するところでコンテンツを作成するとか著作権処理をするといったのはそのまあ本来のその任務を逸脱したそのことになっています。そういった背景からさらにもっとその効率的なあるいは効果的な教材を作成するために施設の教材開発センターというのができました。であとライブラリサイエンス専攻あるいはそのこういった教材開発センターに関わっているということからこの4月からも図書館の研究開発に所属するということになっています。でそういう意味では私がこの九州大学に来て後半に携わってきた内容を1時間程度で少しご紹介するといったことになります。では早速本題に入っていきますけれども本日の話題はその教育情報の公開ですけれども教育情報といってもいろんなその定義考え方がありますけれどもその中でもオープンエデュケーショナルリソースといってその教育資源を公開するという特にその無償で公開するということに関してお話したいと思います。でこの OER に関しまして冒頭でも言いましたけれども九州大学における教育情報の公開の現状と国内外の動向潮流ということについてご紹介したいと思います。でここでまずその教育情報の公開といったときに少しその整理しておきますとまずですね文科省などで最近特に言われてます教育情報の公表と今日お話しする教育情報の公開は異なるものだということをまず頭に入れていただきたいと思います。で最近その各大学に対してその教育情報の公表が求められていますのはこれは大学設置基準にですねその教育情報を公開しなければならないといったその条項があるということでその内容は例えば人材養成の目的その他の教育研究上の目的の公表であったり授業の方法内容これは授業そのものではなくて授業の概要であったりシラバスといったそのものや年間の授業計画かあとその成績評価基準卒業認定基準の学生に対して明示するといったことやさらには自己点検や評価の結果を公表するということが含まれています。で私も今回のその自己紹介のところに書いてないんですけども昨年まではその教育企画支援室というところにいましてその教育情報の公表に関して少し情報を知ったことがあるんですけどもそこで求められているのは例えばその大学の定員であったり実際の在籍数とか我々が当たり前と思っていることを公表するということで私自身はその今日お話する教育情報の公開ということが頭にあったのでなんかちょっとその同じ教育情報といってもかなりその違うんだなということを感じた次第です。でそれで今日お話するその教育情報の公開といったときにはこれは大学の授業あるいは今日の講演会もですけどもさらにそのイベントなどにおける資料もしあるいはその講義や講演そのものを広く社会に公開することをここでは教育情報の公開と言っています。で通常大学の授業というのは当然大学入試を受けて合格した人が授業料を支払ってその大学の授業を聴講するということなんですけどもそれを広く社会に公開するっていうのはその大学の本来あるべき姿と違うんじゃないかなという考え意見もありますけども最近では全てではないんですけどもその一部を積極的に公開しようという動きが進んでいます。でそういった内容になっていきます。でこの教育情報の公開さまざまなプロジェクトがあるんですがその中で今日はいくつか紹介したいと思います。まず最初にご紹介するのはオープンコースウェアと言われるものです。でオープンコースウェアというものお聞きになった方どれくらいいらっしゃいますか。結構いらっしゃいますよね。はい。で、結構いらっしゃいますので改めて説明する必要がないかもしれませんけども一通り簡単に説明したいと思います。でまずそのオープンコースウェアというのは大学で提供される授業などの教育に関する情報をインターネット上で無償で公開する活動を言います。
でもちろんこのような活動はそのオープンコースウェア以外にも、たくさんあるんですけども、まあ、オープンコースウェアでは、まあ、正規の授業、まあ大学によっては、その正規の授業以外のものも含むことがあるんですが、まあ、通常は、正規に開講されている授業の、資料ということで、これをインターネット上で無償で公開するということになっています。で利用条件は、もっと詳しく説明すると、例えば、通常、ウェブ上に何か情報が公開されているものは、それは公開された情報ですので、それを使用することができます。使用するというのは、例えば私的複製をして自分のパソコンに保存して閲覧するとか、例えば授業で使うといったことができます。で、このオープンコースウェアでは利用の範囲をさらに緩めていまして、無償で公開するですから当然お金は取りませんけども、例えば公開された資料を改変して使うことができる、さらに改変されたものを、またさらに無償で公開することができるというものです。通常のウェブや、などで公開されている資料をそれを改変すると、それは、その、著作権侵害になるわけですし、さらに、それを、その他人に配布するというのは、その、複製権あるいはその、オンラインで公開すれば、公衆送信権を侵害することになります。これに対してオープンコースウェアでは、公開されているものはもう自由に、その改版していいということと、それを、またさらに、公開していいということになります。ただし、この場合も、条件がありまして、その利用目的は非商用に限る、つまりそれでお金を取ってはいけないということと、あとその、配布するときに、元と同じ条件で配布再配布すること、つまり、自分が手を加えたものを再配布する場合には、その同じように、非営利で改変可能という条件をつけないといけないといったことを掲げています。これによってどういうことが起きるかというと、公開された教育資料をさらに良くする、あるいは英語で公開されたものを日本語、スペイン語、中国語など他の言語に翻訳して配布することができるといったことができるようになります。このオープンコースウェアに参加している組織に関してはまた後ほど言いますけども、世界中で200以上の大学等が参加しています。で、その中でやはりその英語のコンテンツというのが多いわけですけども、英語のコンテンツですと、やはりその日本人の我々にとってはやはりその利用しづらいというのがあります。そこで誰かが日本語に翻訳して公開してくれると、日本でそのたくさん利用者が増えるということがあります。で、これは実際にその国で組織的にやっているところがありまして、例えば中国のコアという組織では、その MIT で公開されている英語のコンテンツをすべて中国語に翻訳して公開するということをやっていますし、あとスペイン語圏でも同じようにその英語のコンテンツをスペイン語に翻訳するといったことを行っています。で、先にこのオープンコースや詳細までお話ししたんですけども、そもそもこのオープンコースウェアっていうのはどこが始めたかっていうと、これはアメリカのマサチューセッツ工科大学 MIT が2002年に開始しました。で、実際のサイトの構築は2003年からだと思いますけども、2002年頃から開始しております。で、MIT は工科大学ですので、その授業科目数はそれほど多くなく2000前後と言われています。で、九州大学は、多分、学部、学府合わせると、1万いくつあるわけですけども、そういう意味では、その総合大学に比べて、少ないものです。で、ただその、その2000の、その、授業の、ほとんどの、授業資料を当初の予定では、10年間で、公開すると言っていたのを、それが、当初の予定を、計画を、上回る半分の2007年にはそのほとんど全てを公開するといった状況になっています。で、ほとんど全てといったときには、これはどうしても例えば体育などの実技などその、教育資料がないようなものに関してはどうしても公開できないので、そういったものは公開されてませんけども、ほとんどが公開されています。で、MIT がそのオープンコースウェアを始めた理由というのは、様々いくつかあるんですけども、それを少しお話しすると、その当時アメリカもこれは、もう1990年代からアメリカではその e ラーニングっていうのが盛んに行われていて、それが新たなビジネスチャンスになるというのも大学自体もベンダーも思ってました。で、 MIT はちょっと
不思議なことにその e ランニングに関しては立ち遅れていまして、そういった立ち遅れた状況でその何かその収益を得るようなそのビジネスモデルはないと判断して、それだったら一層のことを無償で全部公開したらどうかというふうに踏み切ったわけです。でその時にはもちろん学内的にはいろんなその論議があったわけで、例えばその大学の授業というのは高い授業料を払ってその聴講している学生がいるわけです。それなのにその無償で公開するというのはどういうことだという議論もあったそうです。それに対して MIT では MIT がオープンコースウェアで公開するのは提供するのはあくまでもその授業で使った教育資料に過ぎない、つまり例えば教員が何か話をするとか学生同士のディスカッションといった MIT のキャンパスの中で行われるその授業そのものを公開するものではない、提供するものではないということでその説得したというふうに言われています。でこれに対してその無償で公開するんですけども、アメリカはそのいくつかの財団がこの活動プロジェクトに賛同しまして多額の資金を提供して実際は実現しているといった状況になります。で MIT がこのオープンコースを始めたときに大きく2つミッションを掲げています。で1つはその MIT の授業資料を無償で公開するといった今先ほど説明したものですけども、このそのオープンコースウェアのムーブメントを世界中の主要な大学に広めるということを掲げてました。で2番目のその OCW の活動を広めるということに関しては、まず自分たちの大学がうまくいかなければ世界中に広げることはできないということで、まあ実際のその活動はもう少し後になるんですけども、まあ大体2004年か5年頃からそのまあ、日本を含め、その世界中の大学その、OCW を始めないかということをやっていきました。で、まあ、これはですねその OCW のサイトですけども、まあ、実際にどういうコンテンツがあるかっていうのは、この URL にアクセスして、後で、見ていただければと思います。で、じゃあその MIT が世界中にこのムーブメントを広げようということで、当然日本に対してもその活動を始めたんですけども、日本では2004年頃から主要な大学に対して声をかけてきました。でこの主要な大学っていうのは、まあ、旧七帝大やあと OCW を始めている、まあ、東京工業大学、早稲田大学、慶応義塾大学などが含まれているんですけども、まあ、その中に九州大学も入っていまして、その準備を進めていました。しかしながらその、まあ、最初その準備がそのうまく進んだ大学はここに書いています大阪大学、京都大学、慶応義塾大学、東京工業大学、東京大学、早稲田大学、この6つのがその学内の合意を得まして、2005年の5月に同時にサイトを公開するということを行いました。でこの時に日本オープンコースウェア連絡会という組織ができまして、でこの中でそのOCW をやっている大学だけじゃなくて他の大学に対してもその推進していこうということになっています。で九州大学としてはこの第一陣に間に合わなかったわけですけども、九州大学においてはどういう状況だったかというと、その後ですね、MIT の宮川先生、来年1月にその球団に来ていただいて講演を行っていただきますけどもにそのお越しいただいて、そのオープンコースウェアとは何かということについて学内の講演会を行いました。でその後その2005年の9月の情報政策委員会で審議の後部局長会議で決議されて九州大学としてオープンコースウェアを開始するということになりました。で、まあ、決まったもののなかなかそのコンテンツを集めるというところまでいかない状況だったわけですけども、まずはそのオープンコースや連絡会に参加してやっと2006年4月にサイトを公開するということができるようになったわけです。でこのように開始自体は2006年の4月ですので、もう今2011年ですから5年以上が経ったわけです。で実際そのオープンコースや活発にそのコンテンツが公開されているかというと、実際はまだ40いくつだけでまだまだといった状況になっています。で、最初にお話ししたその教材開発センターができた経緯っていうのも、これまでそのオープンコースウェアの担当、部局としては、その情報統括本部だったわけですけども、情報統括本部は本来そのインフラを整備するところっていうのもありまして、なかなか教員に対して、その教材の提供を依頼するとか、まあ、そういったことが難しい状況にあったわけです。まあ、そういったことやあとはその、その
最初に言ったそのオープン交通屋の利用条件、その無償で公開とか、改変再配布を許すといったそういう条件があまりにもその緩すぎるために、なかなかその自分の教材をウェブサイトで公開するっていう方、教員は多いんですけども、これをオープンコースウェアで公開するっていうのはなかなか現れてないといった状況です。このような中で、その少しずつですけども、その九州大学のオープンコースウェアっていうのはその利用されているといった状況になっています。では、そういったその九州大学、その時に一緒に、北海道大学、少し前に名古屋大学が、加入して、最初に始めた6大学と、3大学が、揃って、そのオープンコースウェアの、第2陣がスタートしたわけですけども、ちょうどその頃、そのオープンコースウェアに関しては、その世界的なコンソーシアムというのがありまして、オープンコースウェアコンソーシアムの、カンファレンスが、この2006年4月に行われました。それと同時に、その九州大学も、公開したというのがあるんですけども、これまで、オープンコースや、連絡会だったものがそのコンソーシアムに変わりまして、さらに、日本で、その普及あるいはその、新たに始める大学の支援 を行うといったことで、活動を開始しています。で、現在その、このコンソーシアムに加入している大学は、20いくつあります。で、少しずつ、参加大学が増えているといったような状況になっています。では、このオープンコースウェアに関して、そのオープンコースウェアをやる意義が何かということに関して、これは九州大学だけじゃなくて他の大学もあるんですけども、少し考えていきたいと思います。で、その何かプロジェクトや活動があったときには、誰にとってどういうメリットがあるかっていうのを考える必要がありますけども、まずその OCW の利益として学生に対してはですね、通常のその授業資料やその授業そのものっていうのは、その授業が開講されている時しか閲覧できないということがあるんですけども、OCW でですね、半永久的に公開することによって、学期や年度を超えて教育資料を閲覧できるというメリットが一つあると考えています。さらに、九州大学あるいはその他の大学で開講されている、類似の授業の資料を閲覧することができる。つまり、この授業ではこういう内容だったけども、他の大学ではどのように教えられているかということを参考にすることができるといったメリットがあります。で、2番目に入学希望者、その例えばその高校生、大学院であればその学部の学生に対して、九州大学ではそのどういった授業が行われているかというのをですね、実際に入学する前に、知らせるということができます。で、ライブラリサイエンス専攻でも、この7月にオープンキャンパスと題しまして、私が簡単な模擬授業を行ったわけですけれども、その時にも教育情報の公開という話を少ししたんですが、それも後からお話しする YouTube で公開されています。また、昨年文学部のですね、柴田先生の哲学の講義も撮影しまして、それも YouTube で公開しています。またそのオープンコースウェアでも公開しています。で、そのようにその大学のすべての授業をその公開することはできませんけども、部分的に見せることによって九州大学に対して関心を持ってもらうということができます。あと、社会人に対しては生涯学習に利用ということが可能になります。で、今日はそのオープンコースウェアの利用状況に関して詳しくご紹介しませんけども、そのオープンコースウェアで公開している授業は全学教育であったり、学部の専門教育あるいは大学院の授業様々です。で、ここでですね、アクセスログを分析してみますと、例えば、大学院、これは総合理工学部が開講している授業のアクセス元を、調べると、他の、サイトに比べて明らかに違う点が、見られました。それは何かというと、企業、特にその、化学系とか、のその、メーカー系の企業からのアクセスが多かったということです。つまりその企業からアクセスがあるということは、その企業に勤めている人がその内容に関心を持ってアクセスする。つまり、実際その授業資料を見てどのように活用しているかというところまでは調査できていませんけども、その大学で学んだ後にその今その大学院の授業ではどのようなものが行われているかということに関心を持っていると考えられます。あと、OCW の意義として、教員、ここにも、教員の方、多くいらっしゃると思いますけども、教員に対するメリットというのは、
我々が授業の準備をするときには一からその授業資料を作るというのは大変なわけです。でこの授業資料を作るの大変なんですけども、これを再利用できるということはその大きなそのメリットになるわけです。つまり教材を一から作成しなくていいというその効率性という点から、あるいは他の授業でどのような内容が教えられているかということを知ることができます。で次の効果による費用と教育内容の改善、これはなかなか難しいところがありますけども、今日のこの私のお話も今ビデオ撮影してまして、これは後ほど公開されることになっています。で公開されなかったらいい加減な授業や講演を行うかというと、そういうわけではないんですけども、やはりその閉じられたところということで、その少し、こう油断してしまうというところがあるわけですけども、それを公開するとなるとものすごくこう怖いわけですね。間違ったことを言うとか、なんか変なことを言ってしまうんじゃないかなという、そういう緊張感があるわけです。でそれに対して、外部からいやここはこうなんじゃないとかいう批評を受けることもありますし、それによって本来その教育内容を改善するという、メリットがあるんですけども、ここはあまり強調するといやそういうことだったら公開しないというふうに、なることもありますけども、実はその、九州大学でオープン構成を始めた時にはやはりその、社会貢献とか、いうことよりも、教育の、教育内容の改善というところを、私自身は、狙っていたというところがあります。あと大学にとってなんですけども、その大学としてこういったその教育情報を公開するというプロジェクトを実施することによって、その教育内容に関して社会の理解と信頼を得られるのではないかということも考えています。で、あとそのこれは例えばその大学の候補室から見れば、その大学の候補になるといった考え方もありますけども、当然その候補というのは何かやってますとかいう CM 的なものじゃなくて、実際の中身を見てもらって、それでそれがその候補になるということですから、そういうことも含めてその OCW を行っているわけです。ではですね、次の話題に行きまして、先ほども少し動画の公開で YouTube っていう話をしましたけども、その YouTube を利用した教育情報の公開について少しお話をしたいと思います。で九州大学のオープンコースウェアでも、その授業資料、PDF だけではなくて授業そのものの動画をですね、以前はその専用の動画配信サーバーで配信してたわけですけども、学内のサーバーですと、その学内のサーバーの負荷だったり管理もありますし、あとはその多くの環境から閲覧できることが望ましいとか、いくつかのチャンネルからその発信できた方がいいということで、知名度の高い YouTube を使ってその九州大学の動画コンテンツを配信しています。で YouTube はその個人でも利用できるんですけども、最近ではご存知のように文部科学省もいろんな報道をですね、YouTube を使ってその公開しています。つまりその政府系省庁であったり企業もその YouTube を使って公開しています。で以前ですと YouTube といった時には何かそのテレビ番組を録画したりとか違法な動画をアップロードするために使われるといったイメージがあるんですけども、 YouTube 自体は例えば著作権違反をしたコンテンツを配信しようとすると、これは他の人が権利を持った動画ですというのがあります。で実際ですね、ある授業を撮影したんですね。その中にビデオクリップがありまして、それが含まれていると実際にこのあなたがアップロードしたビデオの中には他人の著作物があります。でこれに対して権利者から今のところどうこうというのはありませんけども、というのが表示が出るんですね。ですから著作権を侵害した場合にはそれをチェックする機構というのも YouTube の中にはあります。で、YouTube 自体もそういったそのことを払拭するということもあるかもしれませんけども、特にそのアメリカでは YouTube Ed といって教育機関向けにそのサイトを作るということを積極的に行ってきました。で YouTube を利用になった方はご存知かもしれませんけども、 YouTube でアップロードできる動画のサイズは通常15分、最大15分なんですね。でこれが大学等の公式チャンネルですと、ちょっと制限、確か制限はなかったと思います。
つまり90分の講義だったり、その2時間3時間の講演会であっても YouTube で配信することができます。でさらに YouTube では HD ハイデンシティの動画を公開することができます。ハイデンシティといった時には、今のそのハイビジョンのテレビっていうのは横方向が1920ピクセルなんですけども、その品質でその動画を配信することができます。でそこまでその公式チャンネルには許しています。でこの YouTube なんですけども、海外の大学ではですね多く利用してまして、先ほどオープンコースエアをあの最初に始めた MIT も YouTube で動画を公開しています。であとハーバード大学ですね。ハーバード大学はよく勘違いされるんですけども、残念ながらオープンコースエアで教育資料を公開してませんけども、 YouTube で動画を配信しています。まあ、特にハーバード白熱教室などの動画もですね、こちら YouTube では無償で公開されています。でアメリカの大学ではちょっと数は数えていませんけども、多分数百オーダーの大学が YouTube でその授業だったり講演会セミナーなど、あるいはその実験の様子などを公開しています。で日本でもその YouTube を利用している大学いくつかありまして、こちらは京都大学なんですけども、京都大学は京都大学としてではなくて、京都大学の中のオープンコースウェアとして YouTube を利用しています。でそのこれもですね、YouTube で独立して、その動画を閲覧することができるんですけども、あくまでも、その京都大学ではオープンコースウェアにおける、その動画公開のためにこの YouTube を利用しているといった、ことになっています。で、あと、いくつかの大学、YouTube、例えば信州大学とか、その明治学院大学とか、いくつかの大学も、YouTube を利用していますけども、まだその大学で公式チャンネルを持っているのは、20に満たなかったと思います。でそのような中で、九州大学もですね、昨年の9月に公式の YouTube の、チャンネルを登録しまして、現在、その、アクセスすると、最初に九州大学の紹介ビデオが流れるようになっています。でこの九州大学の公式チャンネルで公開しているビデオは、こういったその大学の紹介ビデオだったり、ライブラリサイエンスの連続講演会であったり、あるいはその図書館等の講演会も含めて、さまざまなその講演会を公開しています。さらにはその授業もいくつか公開しています。つまり正規の授業だけではなくて、九州大学で行われるいろんなイベントですね、これも確か図書館でビブリオバトルを開催された時の動画も撮影して確か公開してたと思います。でそのようにさまざまな利用をしています。でこの YouTube としてその単独でもそのサイトとして成り立っているんですけども、先ほど最初にお話ししましたオープンコースウェアの動画配信のサイトとしても利用しています。つまりその YouTube の動画は他のウェブサイトに埋め込むということができますので、その YouTube として意識させずにそれぞれのサイトから利用するということも可能になっています。で、こういった状況になっています。でこの九州大学の YouTube のサイトですけども、ちょっとまだアクセスの分析っていうのは行っていないんですが、その大学のその紹介ビデオはですね、1万程度、その公開してから1万程度のアクセスがあります。残念ながらライブラリサイエンス専攻のその講演会のアクセス数を見るとですね、100ぐらいだったりとか、そんなに多くないんですね。で今日の録画もどれくらい見られるかっていうのは分からないんですけども、そうやってその見る人が少なかったら、そこまで撮影のコストをかけて公開するのかっていうのもあるかもしれませんけども、ただそうやって動画を蓄積してその公開する、あるいは九州大学としてコンテンツを保持しておくっていうのが大事じゃないかなっていうのを思っています。でちょっと細かい分析の紹介はまた別の機会にしたいと思いますけども、この動画の中で一つ際立ったものがありまして、一番多いのが九州大学のその英語のビデオなんですね。で2番目が日本語のその紹介ビデオなんですね。で3番目がですね、
これが工学部の紹介ビデオだったと思いますけども、まあ上位3つはそういうなんですけども、で4番目にですね、なんとあの先ほどお話しました文学部のオープンキャンパス、その柴田先生の哲学入門がですね、3000ぐらいアクセスがありまして、で他のコンテンツを抜いてその上位に来てます。で、どうやってそのコンテンツにアクセスしてるかとか、その年齢層はその YouTube にチャンネル登録している人から分析できますけども、必ずしも高校生とは言えないですね。40代50代だったりとかするわけですけども、その難しい内容もですけども、やはりその高校生向けに分かりやすく説明したあの講義などが広く社会に受け入れられている、求められているのかなというふうにも感じています。でそういった分析はですね、また別の機会に紹介したいと思っています。では YouTube のお話はこれくらいにしまして、次にその iTunes U のことについて説明したいと思います。この中で iTunes U をご存知の方どれくらいいらっしゃいますか。でですね、iTunes U っていうのは何かと言いますと、まずその iTunes というものをご存知の方どれくらいいらっしゃいますかね。iTunes をご存知の方は結構いらっしゃると思います。で iTunes はその、iPod Touch や iPod、その iPhone、iPad などにそのアプリケーションを、その、転送したり、あるいはその音楽コンテンツ、あるいは書籍コンテンツを、購入するための、その Apple が提供している、プラットフォームなんですけども、その中にですね iTunes U という、タブがあります。でそのタブを、見ると、つまりその iTunes というそのアプリやその音楽や書籍を、電子書籍を配信するプラットフォームを利用して、大学においてその提供されている、教育機関において提供されているビデオだったり PDF、 あるいは EPUB 形式の電子ブックを提供することができるようになっています。でまあこれはその Apple というその一つの一企業が提供しているわけですけども、そのアップルの考え方は、その先ほどの YouTube と少し違ってまして、 YouTube は公式チャンネルということで、大学それぞれが、チャンネルを持つといったイメージになっているんですけども、アップルは別に、どこどこの大学がどういうコンテンツを提供しているかということではなくて、その例えば、文学に関する分野、あるいはその、情報工学に関する分野といったように、分野ごとにさまざまな大学のコンテンツを提供する、つまり、その、まあ広く、その世界中の人たちにいろんな分野で、学ぶための、教育資料を、提供するというために、この iTunes U という、プラットフォームを利用しているということになっています。で、多分 iTunes U の画面見たことがある方は、ですね、この上の方にですね、ここミュージックとか、多分、いろいろ映画とかですね、いろいろあるんですけども、ここに iTunes U というタブがありますので、ここをクリックしていただければ、その iTunes U、 先ほど言ったこのビジネス工学といった分野ごとに分類されていることを見ることができますし、 iTunes U 自体をクリックしていただくと、いろんな大学のサイトを見ることができます。でこの iTunes U ですけども、当然アメリカから始まったわけですけども、そのオープン構成を開始した MIT も当然やってますし、その YouTube で動画を配信しているハーバード大学も参加しています。で日本国内の状況に関しては後ほどまたご説明しますけども、東京大学であったり、あとは慶応義塾大学、まあこれは湘南藤沢キャンパスの方だけなんですけどもが参加しています。で実際その iTunes U ですね、どれくらいの機関が参加しているかっていうのをちょっと昨日の夜資料を作りながら数えました。で500ちょっと多分数えもがあるかもしれないので、正確な数は書いていませんけども、530いくつかありました。で、その中でですね、大学は430いくつありまして、研究機関が90いくつ。で、あと驚くべきことに幼稚園から高等学校という分類もありました。で、ちょっと幼稚園というのは見てないんですけども、その幼稚園からもその公開するっていうのはすごいなというふうにちょっと感じています。で、じゃあ日本の状況はどうかというのですね、日本では昨年の8月に東京大学、慶応義塾大学、早稲田大学、明治大学のこの4大学が同時にスタートしました。でその後今年になって中央大学
で関西大学が開始して、でつい最近京都大学が開始しました。で昨日いろいろ見てたら国立情報学研究所も実は開始してたということを知って、現在8つの大学が参加しています。で、まあ、今後どこが開始するかっていうのは、多分これはアップルとの秘密保持契約とかがありますので、公開されていませんけども、まあ噂に聞くと、いくつかの大学が、その準備を進めているというふうに、聞いています。で今後も、その iTunes U を、開始する大学は増えていくのではないかなというふうに、思っています。でこのように、そのオープンコースエア、 YouTube、 iTunes U などを利用して教育情報を公開しているんですけども、そういったその教育情報、これまではその、まあ、iTunes U の場合には先ほどの分野ごとということでその調べることができますけども、やはりその先ほどの分類、その文学とかその教育といったその広いカテゴリーではなかなか自分が欲しいコンテンツにたどり着けないといった状況にあります。で一方ですね、教育情報の公開に関してはそのオープンコースウェアなどが始まる前から、いろんな国で、様々な、プロジェクトが動いてました。その中で、これからご紹介するのは、グローブという、プロジェクトです。でこのグローブっていうのは、何かと言いますと、その学習コンテンツを、その共有再利用するために、まあそのまあ、全これはちょっと放送大学が書いてるウェブサイトから、引用したんですけども、を、全地球的な規模で推進するために、2004年9月に結成された国際ネットワークというので、グローバルラーニングオブジェクト、ブローカードエクスチェンジといったコンソーシアム、まあ、ネットワークができています。で、このグローブ自体にはですね、まあ、例えばその、アメリカですと、メルローという、その、組織がありますし、あとアリアドネとか、まあ、いろいろ、まあ、多分10いくつの、組織があります。で日本でも、まあ、今亡くなってしまった、メディア教育開発センター、まあ、今放送大学の中で、遠隔教育、利用 ICT センターですか、ちょっと正式名称は覚えてませんけども、そこが、その、ナイムグラッド、まあ、当時、メディア教育開発センターナイムがやってたので、ナイムグラッドという、同じような、そのコンテンツを、共有再利用する、仕組みがあったんですけども、そのナイムグラッドも含めて、まあ、このグローブというコンソーシアムを作っていました。でここではその教育リソースにはそのメタ情報、つまりどういう授業内容かとか、その対象学年が誰か、あるいはその何年生を対象にしているかとか、難易度かどうかといったメタ情報がそれぞれの教育コンテンツ、学習コンテンツに付与されていまして、それをそれぞれのサイト、それぞれ の、 そのプロジェクトでも検索できますけれども、それを横断的に検索できるような仕組みっていうのを提供しています。そうやってその学習リソースに対して、その学習者あるいはその教員などが容易にアクセスできるような仕組みを作って、そのためのそのネットワークになっています。でこのグローブも毎年その国際会議を開いてまして、まだ公表されてませんけども、来年の2月に、東京で、開催される予定になっています。で、まあ、こういったそのグローブといった、組織が、あって、その公開された、教育情報を、その、使いやすくといった、ことが行われています。でただですね、教育情報の公開に関しまして、今私が感じているのは、多分私自身はそのオープンコースウェアとかいろんなプロジェクトに携わっています。じゃあ自分自身が授業の中で他人が作った教材を再利用しているかっていうと、それはないんですね。で私自身は、まあ、2つぐらいの、その授業をオープンコースウェアで公開しています。ですが、その中で他の人の使っているかと、そうじゃないです。で、再利用できないというのも、まあ、今後考えていかないといけないんですけども、その理由はいくつか考えられると思います。で、多分教員の方は、多分いろいろあると思うんですけども、一つはですね、他人が作ったものを使えるかというでそれはですね、2つあるんですね。一つはその自分がこういう教育カリキュラムで、まあ、それは学部とか学部で定まった中で、その中である授業に対してどういう内容にするかっていうのが決まっているときに、それを、
そっくりそのまま他人が作った資料を使えるかというと、それはどうしても合わない。あとその例えば数学とかの定理でもいろんな流儀によって多分これを考慮にして何か定理を導き出すとか、多分そこの用語自体も違ってるわけですよね。ですからそれをいろんなところから必要なものだけを持ってきて再利用しようと思ってもなかなか一つのきちんとしたものに構築できないっていうのもあると思います。あと2番目は本当他人のものが使えるかっていうのは、その他人のものを使うことに対するプライドというかですね、そういうのがあると、やはりその授業資料というのは自分で作るべきものだという考えがどこかにあるかと思います。しかしこれもですね、例えばその教科書を使うときというのは自分で教科書を書く人というのはごくわずかで、ほとんどは他の大学の先生が書いた教科書を本を教科書としてします。つまり他人が書いたものを利用して授業を行っているわけです。そう考えると多分他人のものを利用できるかっていうのは少し違ってて、教科書レベルのものは自分では作れないけども、授業で使うこういうスライド類は多分教える側も作れるものだから、それを使うのはどうかというのも少しあるんじゃないかな。これは多分自分自身がそうであるからかもしれませんけども、多分そういうことがあってですね、その無償で公開するコンテンツというのはどんどん増えていってますけども、じゃあ実際に再利用されているかっていうと、教員が再利用するっていうのはなかなかないんじゃないかなというふうに考えています。で、じゃあそのこういう教育情報の公開は意味がないかっていうと、そうではなくて、例えば MIT が調査した結果によると、その MIT ので公開されたその MIT の OCW のコンテンツを見て、例えばアフリカのその学校に行けない子どもが、大学生が、学校に行ってないから大学生じゃないかもしれませんけども、セルフラーナーが学習するとかいうこともあります。ですから、そういう意味ではその役に立ってないってわけではありませんし、例えばその MIT で入学者に対してその MIT に入学するきっかけになったものが何かということを尋ねたところ、そのオープンコースウェアでその MIT のその教育内容を知ったからっていうのもかなりの数を占めているという報告があります。ですが、今言ったようにその教材を他人が作ったものを再利用して教員側が再利用するというのはなかなかありません。そこでですね、これから紹介するのはコネクションズというプロジェクトでして、このコネクションズというのはこれはですね、アメリカのライス大学が始めたところで、ちょっと専用の独自のドメイン cnx.org というのを取っていますけども、これはどういうものかというと、アメリカのライス大学のある研究室で始まったんですけども、再利用を目的と、そのコンテンツ作成の再利用を目的としているんですけども、まずその大きな問題として、その一つの完成されたものですとなかなか使いづらいっていう状況から、できる限りモジュール化して、つまりその部品化して使えるようにしようということと、あとその表現を統一するために、XML、コネクションズ XML っていうふうに、専用のその XML で記述するっていうこと、あと、ここでクリエイティブコモンズライセンスと書いてますけども、クリエイティブコモンズライセンスは、著作権に関して、割と簡易的に表現できる、ライセンスなんですけども、これはその、話を戻してオープンコースや、非営利で、あれば、改変して、再配布できるといったのも、実はクリエイティブコモンズの、by NCSA という、そういうライセンスで、配布されてますけども、そのコネクションズもクリエイティブコモンズライセンスで提供いたします。で、ライス大学の確か商業利用もかということじゃなかったかなと思いますけども、割とさらに緩やかなライセンス規定になっています。で、このコネクションズは、例えばそのあるモジュール、例えば一冊の本として完成しているものの中で、例えば第一節とか第一章、第一章とか第一節とか、ある部分を取ってきて、でそれに自分で新たに解筆して別のテキストを作るということもできます。でそれだけですと単にその教材を改変するだけなんですけども、さらに優れているところは、例えばその出版というボタンを押すと、それで PDF がちゃんとできるということです。でおそらくその PDF を例えば印刷業者に渡して、でちゃんと製本したものを手に入れるということもできるような、そこまでの仕組みができているというふうに聞いています。で、当初はその、ごくわずかで始まったんですけども、最近ではかなり大きなプロジェクトになっていると聞いています。で、こういったコネクションズというプロジェクトがあります。で、こうやって、
まあ、その教育情報の公開という動きはもう世界中でもうそれが当たり前といった状況になってきておりまして、なってきています。でただですね、オープンコースウェアに話を戻しますと、 MIT がそのオープンコースウェアを開始したときには、その MIT で提供するのはあくまでも MIT の授業で使われた教育資料であって、 MIT の教育そのものではないというふうに言ってます。つまりこれはどういうことかというと、単位認定はしないということだったり、あるいはその教育内容に関して質問が来ても教員はその返事を返さないといったことです。それがやはりその MIT において授業を受けるというのと教育資料の提供だとは違う話です。ですが、先ほど言ったようにその MIT の OCW などを利用して、そのセルフな自己学習者が学習するといった状況で、どうしても一人で学習できないということで、同じ教材を利用して学習したいという人たちが自然発生的になって、ある例えば掲示板でディスカッションするということが生まれてきました。で、MIT 自身はもともとそういったところはサポートしないと言ってたんですけども、最近ではですね、こういったその、OCW を含むオープンエデュケーショナルリソースを利用した学習環境というのが第三者の手によって構築されるということが出てきています。例えば2つご紹介するんですけども、 iUNIV というサイトがあります。これはキャスタリアという日本の会社が作ったサイトなんですけども、こちらはその先ほどの YouTube で公開している動画に対してですね、その動画のある部分、例えば1時間の授業の中で、例えば32分10秒のところで、ここに対して何かコメントをつける、付箋と言ってますけども、付箋をつけることができるようになっています。で、これ今日キャプチャーしたので北朝鮮の歴史という動画がiUNIV セレクトになってますが、現在 73,272 クラスありますっていうので、大学別やカテゴリー別、国別っていうのがあります。で、ここにですね、これもちょっとこの会社の方に言って、九州大学の動画もここに登録してくださいっていうお願いをしまして、で九州大学のコンテンツも見られるようになっています。つまりこの iUNIV を通して九州大学の動画を閲覧できるようになってまして、でここに例えばこの部分に付箋をつける、ここは重要だとか、そういった付箋をつけられるというのが、これはその YouTube の動画を改変するんじゃなくて、 YouTube の動画に対して上に何かそのかぶせることによって実現するということをやっています。であるいはですね、次にご紹介するのは openstudy.com という、これはアメリカのサイトなんですけども、これはですね、例えばですね、先ほど MIT はその、セルフラーナーのための、学習環境は提供しないと言いつつも、実はその MIT の公式サイト、今映ってるのはこれはですね、ウォルター・レイヴィン教授といって、実際身をもって、古典物理学の基礎を教えるという、有名な教授なんですけども、これのビデオもまた面白いのでまた見ていただきたいんですが、この、今からお話しするのはこの左側にですね、ジョインスタディグループとか書いてあって、いろいろこうメッセージが出ています。つまり、この、OCW の、教材を見て、いろいろ質問があったり、疑問に思ったことをここに書くと、それに対して、この、コンテンツを学習している人からの反応が得られるといった、ものになっています。で、そこのサイト、先ほどのところ左側クリックするとこの MIT の、フィジックス1クラシカルメカニックスというこれに対して自分でいろいろ質問を書くということができるようになっています。で、誰かその回答してくれる可能性もあるといった、こういったその第三者のサイトができているといったような状況になっています。でこのようにそのこれまでその大学としてその教育情報を発信するということをやってて、あくまでも利用者はそのサイトに来て利用するといったのが、これが今ご紹介したその iUNIV とかその openstudy.com のように第三者がその OER を利用した学習環境というのを構築するといった状況になってきています。このような中でですね、一昨日 MIT が新しいプロジェクトをアナウンスしました。それは MITx と言われるもので、これは何かと言いますと、これまでその MIT はオープンコースウェアという形でその、MIT の教育資料を提供してきたんですけども、それをですね、オンライン学の学習プラットフォームによりそのコースや教材を提供するということをアナウンスしています。でこれは学内的にはその
すでに授業を行っているわけですけれども、そのオンラインの その学習プラットフォームに、その教材を置くことによって、授業のを、補うことができるということにも、利用できますけれども、学外に対してもオンライン教育を提供できるということを、言っています。で、実際に、その開始するのは、来年の、春からということで、具体的にどういうものが出てくるかというのは分かりませんけれども、最初に、MIT はその OCW で提供した、その教材に対して、何のサポートもしないと言いつつも、当初はその学内向けの、その、学生に学内向けに、その、授業の補完のために、提供するシステムをそれを、もっと一般に、外部に対して提供するっていうところまで言ってるわけです。で、じゃあこれとそのオープンコースウェアの、違いは何かということなんですけども、 MIT としてはそのオープンコースウェアとして当然教材を提供して、多分それをオープンコースウェアで提供した教材をさらに含むような形でもっと学習できるような環境を提供するのではないかなというふうに思っています。あとですね、その MIT はですね、その当然 MIT の正規の学生ではないわけですから、その MIT をの学位を授与ということはないんですけども、このオンラインで学習したというこの MIT のこのオンラインサイトで学習したというそういうサーティフィケーションを出すということを、言っています。で、それがどれくらいの意味があるかっていうのは、その分からないんですけども、これは、世界中ですけども、今その九州大学のどこどこ学部に入って、卒業したっていう何々大学卒っていうのがありますけども、そうじゃなくてもっといろんな大学の、その、オンラインの授業を聞いて、で自分はこういうことに対して勉強した、この大学のこういうコースを受講したっていう時代になっていくんじゃないかなというふうに言ってる人たちもいます。で、おそらくいつになるか分かりませんけども、そういった状況になっていくんじゃないかなというふうに私自身も思っています。じゃあこういった中で九州大学では今後どうやっていくかということですけども、これが最初にお話しした私の別の所属である教材開発センターでして、教材開発センター活動を始めてまだ間もなくて、今日の講演会のように授業を撮影して公開するっていうところが今のその業務では一番大きいんですけども、全部で3つの部門があります。エデュケーショナルテクノロジー部門とコンテンツデザイン部門、オープンエデュケーショナルリソース部門、この3つの中でまず最初の部門ではですね、やはりそのこういう ICT を利用した教育っていうのはこれまでのその授業方法と違うところがありますので、教育の手法にそのインストラクショナルデザインというのがあるんですけども、そういったそのインストラクショナルデザインを使った教育手法に関して開発し、それで学内に対していろんな講習会を行うということを一つ目指しています。あと2番目のコンテンツデザイン部門は、その特にその電子教材 の, その作成を支援するためのもので、この中には例えばその 3D とかいったその高度な技術を使ったものであったり、あるいはその単純なその講義資料の作成支援といったところまで考えております。あと最後のオープンエデュケーショナルリソース部門は、これまでその OCW とか YouTube などで公開してきた、特にその外部に対する教育情報の公開を担当するというところで、これまでその情報統括本部でやってた中では著作権処理ということに対して十分できていませんでしたので、この部門では特にその図書館と協力して著作権処理といったところも行っていくということになっています。で、大体今日用意してきたお話は以上なんですけども、最後にですね、皆様のお手元にも配布されているかもしれませんけども、今日お話ししたそのオープンコースウェアに関してですね、オープンコースウェアとオープンエデュケーションというタイトルで、その MITでその OCW を、もう最初から、プロジェクト開始から、携わっていらっしゃいます、宮川茂先生に、来年の1月16日にですね、場所はここでですね、講演をしていただく予定になっています。で、その時に先ほど紹介した MITX とかいう新しいことも、聞けるのではないかなというふうに期待しております。では、ちょうど時間になりましたので、以上をもちまして私のお話を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このお話が単なる情報学の話でもなければ、いわゆる教材の内部のコンテンツの話でもなく、文字通りICT 環境の劇的な変容とグローバル化の中で、なんか教育の在り方自体が大きく変わるというようなお話に伺いました。
少し時間がございますので皆さん方からも引き続きご意見といただきたいと思います。よろしくお願いいたします。2点お聞きしたいんですが、はい、ミッドでオープンコースベアが始まった時には教材は提供するけど授業そのものを提供するわけではない。でもビデオを iTunes とかを使ってですね、はい、授業を撮影したものを公開したとすると単位は下りないんですがかなり授業に参加したというようなものになりますね、はい、その時に何度もお話がありましたが授業料を払っている学生の権利を侵害しているというか、まあ、その授業料を払ってまで来なくても、まあ、iTunes とかなんかで見れば見れるから資料も電子化されたものが手に入るとなると、なんかそのせっかく授業料を払ってきている学生がかわいそうかなという、うん、どうしても抵抗があると思う私はですね、はい、そこら辺についてそのただ単に資料を出すだけであれば学内の学生にとっては資料がいつでも見れるというメリットがありますし、どっか間違いがあれば誰かから批判が来てそれで授業が改善されるという可能性もありますし、学外に対してはあこんな授業をしてるんだ内容の授業をしてるんだったら、ぜひ入学したいとかいう部分もあると思うんですが、はい、どこまで見せればいいかということですね。なるほどです、はい、それから2点目はですね、ちょっと気になるんですが自分で授業の資料を作ったといってもですね一言一句自分の言葉ではないんですね、はい、意識しないまでも自分が過去に学んだテキストの言葉とかを使ってしまっている可能性があります。で、著作権が保護するのは表現であって、定理の内容そのものではない、はい、でもその定理を解説して分かりやすくやってる説明している部分を知らず知らずのうちにその表現をパクっている可能性があるわけですよね、はい、でそういった場合に例えばオープンコースウェアで資料を提供したときに著作権の問題というのが起きないかどうかですね、はい、論文とかだったら当然のことながらこれの論文でこういうことが証明されてますということで引用するんですがもう自明の理になっていると言いますか広くみんなが知っているそれを解説するような部分でちょっと危ないかなと思うんですがそれはいかがでしょうか、はい、まず1点目ですけれども授業の動画そのものを公開しているのは、ちょっとどれくらいの割合かというのは知りませんけども全てというわけではないと思います。それもMIT でさえもごく一部だと思います。ですから最初に懸念された高い授業料を払っているその学生の権利を侵害しているということにならないと思いますし、さらには例えばこれはMIT じゃないんですけどもハーバード白熱教室の ビデオですね。あれ多分ご存知の方も多いかもしれませんけども授業学生とのやり取りはですねその授業代行技師とは別に、そのテューターによる別のディスカッションというのが、その授業以上に行われているわけですね。でハーバード白熱教室の授業ビデオを見たからといってあれだけでも満足と思うかもしれませんけども実際の大学に行われている教育というのはそれ以外の学生相互あるいは教員との そのインタラクションというのが本来大きく占めるはずなんですよ。で日本だとどうしてもその講義中心でそれを全部公開するとその大学の授業そのものを全て公開してるんじゃないかなと思うかもしれませんけどもでも演習とかゼミとか考えるとそういうところまでは公開しませんよね。ですからそういう意味でその授業料を払っている学生との差別化というのは十分できてますしさらにはちゃんとその MIT を卒業したどこどこ大学を卒業したというやはりそこの認証というかその部分がやはり大きいのではないかなと思う。ですから先ほどオンライン学習でオンライン学習の場で MIT のこの授業このコースを取ったっていうのが、まあ、将来的にはそれが有効になるかもしれませんけども現時点ではやはりその正規の学生との差別化されているんじゃないかなというふうに私たちは思います。日本の大学の場合その授業以外のところでディスカッションというのはもちろん演習とかだったら別なんですが、座学である講義の場合はもうそれがほとんど全てという可能性もあるんで、授業を録画して公開というのは、もうほとんどの資源を、はい、そうなると思います。であとちょっとこれは OCW ではないんですけども、ある早稲田大学は人間科学部という e スクールがありましてこれは完全なオンラインの大学院なんですね。で学部もあったと思いますけども、ちょっと知ってる先生なんですけども、当然 e スクールで公開してたビデオを正規の
普通の、前日あ通常の、学生の授業にも使ってるんですよ。でどういうことをやってるかというと、それは心理学の授業なんですけども、これまでその心理学の講義が中心だったんですね。で心理学ですから実際は、実験とかも行ってほしいんですけども、その実験を取る時間がなかったんですね。で何をやったかというと、 e スクールで使ってたビデオを自分が好きな時間に見てくださいってことをやるわけですね。で授業自体は2週間に1回しかやらないんですよ。でそのじゃあ教室に来た時に何をするかっていうと、心理学の実験を行うんですよ。でそれもしかも、300人の大講義室で6人の、グループを50個作って、その中で階段上の講義室なんですね。そこで前3人後ろ3人で1グループになって心理学のいろんな実験を行う。で学生から見るとこれまで講義だけで演習が十分できなかったのを、その演習もできるしちゃんと講義も聞くことができる。もちろんその中では2倍時間かかるわけですから、学生もしっかり勉強しないといけないんですけども、そういったその新しい教育ができるわけです。ですから多分大学の授業というのも、今富浦先生がおっしゃったように、その講義中心ではなくて本来もっとやるべきことがあるはずなんですね。でこれまでその大学の教員というのは、要はプロフェッサーというのは結局自分が持っている知識をみんなに告白するっていう意味が語源なんですけども、やはり自分が全てを知っててそれを伝えるってことなんですが、もうそういう時代ではなくて、多分我々も新しいことをしようとすると、結局ウェブでいろいろ調べたりとか参考書調べて、でそれを学生に伝えるようにしています。ですけども多分教員自身も教育素材の一つでしかないと思うんですよ。つまりこのインターネット上のあるいは図書館のいろんな書誌とか書籍とかがあって、その中に経験を積んだ教員がいる。でさらには学生もその教育リソースの一つになるんじゃないかな。そういった中で学んでいくっていうふうになると思うんですよね。でそう考えると多分今の教育形態というのは崩れていく。だからそういうふうにみんな思っているから、今のその教育情報の公開ってことが進んでるんじゃないかなというふうに思います。はい。で、あと2番目のご質問で、すみません、著作権の問題ですよね。で、著作権の問題に関しましては、多分そうですね。最初に OCW で公開する時点で、ちゃんと他人の著作権を侵害してないっていうことを明確にして公開されれば、その後はどのように使っても問題ないわけですね。じゃあその最初に載せるところがどうなっているかということ で MIT はですね、多分完全にクリアになって載せるっていうのは難しいし、これは他の大学でもあるんですけども、完全にクリアにするっていうのは難しいんですね。で球団の中でも、例えばその、九州ガンプロフェッショナルっていう、吉田先生がそのリーダーをされているところでは、スライドの一枚一枚に対してちゃんと著作権処理をしてって言いますけども、多分それをやるとものすごくコストがかかるというので、ある方式はちゃんと、もちろん明らかに著作権侵害っていうのはそれは取り除かないといけないんですけども、グレーな部分に関しては、例えばこういうのを使っていますけども問題があれば、通知してくださいっていうので、それで、ちゃんと、削除するとかいうのもありますし、これは MIT だからできることかもしれませんけども、これで乗っけることによってその教科書とかその、ものを実際に買う人が出てくるとかいう考え方をなんかこう強気で言ってるとかいうのもあるんですね。つまりこの授業でこういう資料を使っている、これはこの部分一部分だけども、もっと知りたいんだったらちゃんと、元のその現状に当たりなさい、それはちゃんと自分で買いなさいってことをやってます。であと今ご質問になかったんですけども、MIT はその MIT プレスという出版社ですか、ありますよね。で MIT の先生はそこ自分の本教科書書いて MIT プレスで出版してるんですけども、それをオープンコースウェアでそのまま出版してるっていう方もいらっしゃいます。でそうすると無償で、ただで手に入るから本の売れ行きが悪くなるんじゃないかなと思うかもしれませんけども、逆にその売り上げがアップしたっていう例もあるっていうふうに聞いています。で実際私も MIT プレスの本をですね、 PDF で500ページぐらいあるやつを、500ページのハードカバーとか持ち歩きたくないですよね。ですからその iPad にダウンロードして閲覧してるんですけども、それとは別にちゃんとやはり書籍は持ってきたいとね、買うんですよ。でそういうことがあるので、必ずしもその無償で公開するからその優勝のものが売れなくなるとかいうことは、あり得るかもしれないけども、完全に相反するっていうわけではないようです。何かのテキストからですね、例えば何とかの定義とか何とかのアルゴリズムというのをそのまま取ってきて資料を作った場合には、それは著作権侵害、それは多分侵害になると思います。
でもそのなんとかの定理っていうのはその人自身が考えたわけではなくて、元の論文があってそれを、日本語に直してる。そうですよね。でも翻訳した段階でその人の表現になってる。ただ それがその表現っていうのがその著作権法でいうところの創造とかそういうものかっていうことですね。だから定理を証明するっていうこととその定理の証明に対して何かこう独自性があるかっていうのはまた別の話ですので、多分誰が証明しても、まあ、証明はいろいろやり方がありますしその段階が違うかもしれないけども、それは誰がやっても同じような表現方法になるとなるとそれは著作物じゃなくなりますよね。多分そこの議論から始まると思います。そのところ、それからその定理を分かりやすく説明しているときに、自分の言葉で書いているつもりが自分が過去に勉強した何かを知らず知らずのうちに使っているかもしれない、ですよね。だからそれも多分その部分に関しては多分 そういう表現しかおそらくないと思うんです。それに関してその全部著作権処理をするというのはそれは不可能ですよね。でおそらくそういう定理の証明に関しては多分定理の証明は著作物ないというふうに考える方が、これは私の考えですよ。そこら辺はクリアになってないと思う。だからそれは他の著作権侵害に関する、裁判自体が例えばこれをあれは、著作権侵害したっていう権利者が主張してでそうでないという主張があって結局司法判断になるわけですよね。だから最終的な、司法判断が出るまでは著作権侵害してるかどうかっていうのは分からないわけですよね。でだから多分教員としてはそういう恐れがあるものに対して完全にしろと保証してくれない限りは公開したくないという方もいらっしゃるんですよ。だからそれに対して大学がじゃあそういう問題が起きた時にどう対処するかとかいうのもやらないといけないから、例えば大学によってはちゃんと専任の弁護士がいるとかいうこともあるわけですよね。で今その、いくつかの大学で取ってるのがやはりいきなり裁判ということはなくて、やはり問題があったらやはり権利者からこれは私の著作物で権利侵害していますっていうそういう申し立てがあったらそれはちゃんと取り下げるとかそういった方法を取るところが多いようです。旧大の場合今のところ何も言ってきてません。専任の弁護士はいません。ちょっと心配ですね。そうです。損害賠償とかが言ってきたら、だからそれがその法人として、ね、著作権侵害してるということで、今の法律だと最大いくらでしたっけ。多分500万とか1000万とか。それ個人に振り返ると大変ですよね。でも事業で数十人を対象にやってる場合はとりあえず著作権侵害にはならないわけですね。そうですね。教室内での複製ということであれば、その著作権法34条ですかの例外規定適用できますので、それをオープンにした段階でいろいろとこうチェックをしないといけないことが出てきて、心配事が増えるかな。そうですね。ですからこれまで公開したものに関しても例えばスライドで例えばいろいろイラストありますよね。例えばパワーポイントの何か絵とかそれもじゃあマイクロソフトに対してちゃんと調べないといけないので、そういうのも消してしまうとか新たにこう起こして、だから明らかにこう教科書スキャンしたものとかあったんですよ。それは再トレースして載せたりというのもあります。だから教材開発センターの中でそういうのももしかするとやらないといけないかなというのもあります。であとはそのこれも難しい問題で、同じようなことで困っている教員っていうのが世界中にいるわけなんですよね。でその先ほど紹介したコネクションズ、そのライス大学のコネクションズは例えば教員が、ちょっと私本を書いたことが、まあ、というか教調で少し書いたことありますけども、本を書いて儲かるかっていうと多分ほとんど儲からない。もちろんその書いた後の収入はあるかもしれませんけども、それまでにかけたコストを考えると実は儲かってないんですね。で儲かってないことをやってるんだから、それだったらもっとこうみんなが使えるような状況にするというそういう考え方なんですね。ですから例えば事業に関しても事業資料、これは自分が作った事業資料で自分の知的財産だからと言いつつも、これも例えば大学から給料もらってやってるわけですね。でそこ もう、まあ、微妙なところで、教員は授業で教えることは課せられてるけども教材を作ることは課せられてないっていうふうに主張する方もいらっしゃるんですね。あくまでも自分がその授業を良くするために、自分で苦労して作ってる、ですからそれは、教材は自分のものだっていうような主張される方もいらっしゃるんですよ。でもそういうこと、私はですねそういうこと言わずに勤務中に作ったものなので、これはもし使いたいという人がいれば使ってもらった方が
世の中ハッピーになるんじゃないかなっていう考え方、そこは多分いろんな考え方があるので、そのオープン化っていうのと、そうじゃなくてせっかく作ったから優秀で売りたいっていう人、さまざまなものがあると思います。自分の知財と考えるよりは自分が作ったものが誰かの著作権を侵害してるんじゃないかという、そちらの心配の方がしないといけないんですけども、だから2つあるんですね。他人の著作権を侵害しているものっていうのと、自分の権利を侵害されるっていう2つあると思うんですね。ありがとうございました。ありがとうございました。非常に現実的な問題と、この教育とは一体何なのかっていう問題がこう絡んだ、大変こういったんですけども、面白い課題かと思いますけども、その他いかがでしょうか。教育の現場でさまざまな改革に取り組んでおられる方々も、あるいは、この教材開発センター図書館に不足ですが、新しいやり方でこの教育研究のインフラを考え直そうという試みを現在九州大学が続けていますが、いろいろな立場からお会いかと思いますけども、いかがでしょうか。ぜひご意見ご質問をお願いいたします。いや、僕は文系なもんですから、まあ文系ですもんね。その教育資料、教材になるとですね、どうしてもいろんなものの、多分今言われたような、他に著作権がくっついているようなものを結構使うことが多いので、どこまで我々が利用できるかというのが一つあるんですね。もう一つは、先ほど言った自分の著作権の問題として考えるときに、自分で作ったものをなるべく公開したいけど、儲けはどうでもいいんですけども、儲けじゃなくて、自分自身の、教育、コンテンツと言ってもいいし、もしくは、ある種、研究的な生産物もあるわけです、大学講義を。まだ古いタイプなので研究成果を学生に伝えているというようなところがありますが、そこは研究所のプライオリティみたいなものをどんどん垂れ流しちゃって、誰かに持っていかれる可能性が不安感ですね。その辺のところが気になるのでですね、そうですね、そこはなかなか難しいものがありますよね。で、多分すみません、すぐに答えっていうのは出ないんですけれども、まずちょっと文系の授業っていうのは私あまり知らないんですけども、当然その他人の資料を使うっていうところも多いんですけども、私は多分その先生の考え方とかがやはりその授業とか教育そのものと感じるところがあるんですね。で、そういったものをその資料としてではなくて、その授業そのものを公開していただけると刺激になるかなっていうのを思ってます。ですから、例えばその他人の資料は全く使わずに、もう本当話だけというのも私としてはものすごく貴重なものだと思っています。で、ただそれが先ほど先生がおっしゃったように、多分新しい思想とか考えとかでその研究内容だったりするところもありますので、そういった部分はこれはやはりまだ、外部には出したくないっていう部分は公開しない。だけど、一般的な考えとか、もっとこう他の人に伝えたいっていう内容があれば、少しでも公開していただけると嬉しいなっていうふうに思っています。ですから、そこは公開するから全て公開しないといけないっていうことは当然なくて、私自身も今自分の授業を取ってますけども、これはもう他人の著作物を利用して授業をして、これはちょっとウェブで公開できないから今回撮影だけにして公開しませんとか、この部分はカットということは適宜やっています。ですから、どうしても公開というとなんか全部のような形式しますけども、例えばそこを10分間の短い内容でも、それは多分公開に十分値するんじゃないかなというふうに思っております。授業の公開っていうのも、非常に興味があるんですよね。人の授業も見てみたいとか、自分の授業も見てみたいとか、学習の時もそうですけど、授業改革自体のためには意味があると思うんですけど、やってみたいなと思います。僕自身もいろいろネット上に自分のホームページなどを含めて、いろんなこと発信はしてるんですが、結構他の遠方からですね、僕が学生の向けのお説教を書いたやつを参照してるんで、だから意味は非常にあると思って、はい、そういう意味では僕がやっぱり稚拙な発信に比べたら非常に面白いので、なんとか僕もいくつかの頭で問題あるなというところをクリアしたらですね、やっぱり
今積極的に採用してみたいな。はい、はい、すみません、よくよろしくお願いします。おっしゃる通り、同じ大学の授業といっても、いわゆるその教科書を使って完全に人と共有できるような授業もあれば、人文系のように時々九州大学では研究大学ではみんな特殊講義しかしていなかったので、うん、論文の原稿を読んでいたわけですね。それは極めて、うん、もうその人の、その研究者教員にと密接に結びついた全く新しいものが行われてもいましたので、まあ、そうなると、そもそも一体大学の中での教育はどう、一体何なのかとか、ね、大きな問題になるかと思います。うん、それはあるんです。大学の教育がですね、その要するに一定の、まあ、教科書でね、ざっと並べてそれを見ていけば、まあ、ばらまいて、まあ、誰を共有してやっていけるようなものを流す部分もあると思いますけれども、それだけだったら九州大学という大学の価値がどんどん下がるんじゃない、まあ、放送大学なんていうのはそれ以外だろうなというぐらい思ってしまうんですが、そうすると九州大学の価値を高めるための中身っていうのは今度はかなり高い、むしろ著作権をどんと付加したようなものを作るっていうのは必要なのかなと思ったりするんですけど、乱暴な話ですから、ね、うん、だからもちろん公開をして、そこにやっぱり九州大学のステップを高めるような、だからそうですね、だから難しいですね。価値を高めたらそれだけこういい学生が入ったりとか、もっとこういろんなこうお金が入ってくるっていう、そういう考え方もできますよね。だからそこが、だからそこも多分いろんなこうさじ加減というか、こううまくだから利用していただければいいかなというふうに思っています。じゃあ、1点質問と1点コメントなんですけども、まあ、そのスライドの13、14ではオープンコースウェアの意義っていうのがこう、まあ、その主体によってこういう意味があるというのをまとめられてますけども、教員以外は極めてある意味明確といえば明確なんですよね。でもその実際のコンテンツをその提供する教員側にとって、この教育情報を、外部に対して公表するということが自分のその教育や、または自分の、まあ、研究かどうか分かりませんがやってることに対してどういうその意義があるのかというところはやっぱり何ていうかな、不明瞭な気がする。はい、例えば教育資源の再利用に関してもこれ公開しなくても、例えば私だったら今もう全部パソコンで資料も全部作りますから、今年度の授業また次年度の教材を見直しながらこういじるってことは当然やってるわけで、多分多くの教員がそういうことやっていらっしゃるんだろう。そうすると何も公表することの意味はそこには多分見出せない。で一方でそのじゃあ公開による批評と、教育内容の改善というのが例えば2番目の項目に上がってますけれども、この批評というのは逆に言えば相手がこう反応してくれなきゃいけないので、反応してそれを受け止める場がないと、はい、極めて場当たり的な、個人によって随分差の出てくる話になりますよね。ですから、まあ、そういう組織化みたいなことがやっぱりなされないと、フィードバックがなかなか伝わらない。ところがそのオープンクラスエアの場合はそういうフィードバックをあえてかけないような仕掛けで動いているというふうにやっぱりどうしても聞こえるものですから、本当にその教育改善に役立つのかという観点から考えると、やっぱりフィードバックを何らかの形でしなきゃいけないと思うんですけど、そういう試みってまずあるんだろうということが一つ目の質問です。で、じゃあ続けて2点目に関しては、先ほどからのお二人の質問者からの大学教育のことについて出てましたが、私これコメントです。授業だけで大教育成り立っているわけではないというのが大前提としてあると思います。でどこにお金を払っているのかというのは、確かにその個々の授業にお金を払うというのが一番分かりやすいんですけれども、要はそのキャンパスの中にみんなが集ってそこでの交流だとか、授業を通して教員との交流を持つだとか、また課外活動も含め、またはその大学キャンパスの雰囲気だとか、それまで培ってきた伝統だとかですね、様々なものが多分絡まって、そこで4年なり6年で教育することによって、要は生徒だった、個々人が大学生としてそこで生活をして変容していくわけですよね。でそこに僕は価値があると思う。だからそれはもう授業は確かにその一つの、構成要素であるんだけど、そこだけではないだろうって。だからその差別化を図るっていう議論は確かによく僕もそうだなと思いながら話し合いを伺うんですけども、授業以外のところの部分をまだきちっとこう説明できないから、だからなかなか難しいのかなというふうにはちょっと思いました。そうですね、まず2番目のことに関しては、多分差別化に関しては今小湊先生がおっしゃったようなことというのは感じてますけども、説明するときにやはりその授業そのものでその授業料払ってっていうのがあるから、その対比のためにその授業内容そのものの、その違いっていうところで挙げるところも多いんですね。でただその日本の場合っていうか、そのはその先ほどのご質問にもあったように、そういったその、教育資料やその、講義のビデオ以外の部分
との差っていうのがないっていうのがあるから、それはどちらかというと皮肉っぽくて、そういうところ自体も変えないといけないっていうのも一つはあるんですね。ですからさらにその、今先生がおっしゃったように大学に、その4年間あるいは6年間、通うということはもっと別の価値があるっていうところを大学としてもやはり明確にする必要があるんじゃないかなと今聞いてて感じました。であと最初の部分でその、批評っていうところでその教員に対するメリット、実は一つ書き忘れたなっていうのがあるんですけども、例えばですね、多分自分、まあ、先ほど の先生 の、 研究内容、教育内容が研究内容に絡むっていうのも関係するっていうのもあるんですけども、やはり自分がどういう教育をやってるか、どういう研究をやってるかというのは、例えばそれぞれの教員 の、 その研究者情報のサイトだったり研究室のウェブサイトにありますけども、それはというのもありますけども、例えばオープンコースウェアとか大学として出してる中で、この先生はこういう授業をやってる、こういう研究をやってるっていうので関心を持ってもらって、それに対してそこに学生が寄ってくる、つまり九州大学に来るのか、その先生の研究室に行くのかというのは違うと思うんですね。で例えば私の場合どうか分かりませんけども、ライブラリーサイエンス専攻で、学生が募集してきたときに、まずこういったことを勉強したいと思ってていろいろ探していって、 で私の研究内容を見て、でライブラリーサイエンス専攻の教員もやってるっていうことから、今回そのライブラリーサイエンス専攻を受験するっていう学生もいたんですよ。つまり、何か自分がこういうことをやってるっていうことを学外に公開することによって、人が来るってこともあると思います。それから教員のメリットって言った時には、多分優秀な学生だから大学としてっていうのもありますけども、研究室あるいはその自分のところに来るっていう、そういうメリットもあるんじゃないかなと思います。あともう一つ、教育資源の再利用に関しては、多分自分で作ったものの再利用っていうのはいいんですけども、例えば新しく赴任して自分がこれまで専門にやってきたこと以外の、内容に関しても教えないといけないってことありますよね。その時に全く、一から作るってことはできないので、その時に、当然その大学で行われてたものですから、その前任者の資料とかあるかもしれませんけども、例えばそのカリキュラムが変わって新しくやろうとした時にどういうふうに構築するかっていう時に再利用できる、あるいは参照できたものがあったらいいんじゃないかなという、意味で、ここは書いております。実はライブラリーサイエンス専攻でずっと問題になってきましたのが、このライブラリーとは何かということでありますけれども、これ決して何て言うんでしょうか、こういうふうな建物ではない。でその動きもすでに進んでいて、でこの中央図書館でやってくる学生さんのかなり多くの部分はほぼ読みに来たのではなくて、そこで集うためにやってきているということですね。実は今日のお話も井上先生のお話はこれ決して何ですか、教育資源の共有化につける話ではないという点を我々にこう示唆していただけたのではないかというふうに思います。教育とは何なのか、そもそも大きな部分がこのグローバル化の中で言ってみれば対面的な、あるいは場というものをなくして するところがある。しかしその中で例えばこういう具体的な教育の場、大学の場というのはどうあるべきなのか、その中でこういう資源を蓄積しているはずの図書館というのが一体従来と全く違う形ではどのように構想されるのかというような話に広がっていくのではないかなというふうに思いました。そして九州大学はキャンパス移転を機会に全く新しい教育研究インフラを作っていこうというふうに考えているはずですし、そのためにはぜひ、教育改革と連動するようなあり方を模索してまいりたいというふうに思います。本日は井上先生ありがとうございました。ありがとうございました。